ヨハネによる福音書一章言葉が肉となった。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。 言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちになったものは命であった。この命は人の光であった。光は闇の中で輝いている。闇は光に勝たなかった。一人の人が現れた。神から使わされたもので名をヨハネと言った。この人は 明かしのたた。めに来た光について証しをするためまた全ての人が彼によって信じるものとなるためである彼は光ではなく光について証しをするために来たまことの光があったその光は世に来て全ての人を照らすのである言葉は世にあった 世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分のところへ来たが、民は言葉を受け入れなかった。しかし、言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には、神の異なる権能を与えた。この人々は、血によらず、肉の欲によらず、人の欲にもよらず、 神によって生まれたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿った。私たちはその栄光を見た。それは父の独りごとしての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。ヨハネはこの方について証をし、大声で言った。私の後から来られる方は、 私に勝っている。私よりも先におられたからであると、私が言ったのは、この方のことである。私たちは皆、この方の満ち溢れる豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを与えられた。立法はモーセを通して与えられ、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。いまだかつて、 神を見た者はいない。父の懐にいる一人子である神。この方が神を示されたのである。洗礼者ヨハネの証。さて、ヨハネの証はこうである。ユダヤ人たちがエルサレムから祭司やレビビトたちをヨハネのもとへ使わして。あなたはどなたですか と尋ねさせたとき、彼は公言してはばからず、私はメシアではないと言った。彼らがまた、では何ですか、あなたはエリアですか、と尋ねると、ヨハネは、そうではないと言った。さらに、あなたはあの預言者なのですか、と尋ねると、違う、と答えた。そこで彼らは言った。 誰なのですか。私たちを遣わした人々に返事ができるようにしてください。あなたは自分を何者だというのですかヨハネは言った。私は預言者イザヤが言ったように主の道をまっすぐにせよと荒れので叫ぶ者の声である。遣わされた人たちはファリサイ派に属していた。彼らがヨハネに尋ねて。 あなたはメシアではなくエリアでもまたあの預言者でもないのになぜバブテスマを授けるのですか?」と言うとヨハネは答えた「私は水でバブテスマを授けているがあなた方の中にあなた方の知らない方が立っておられるその人は私の後から来られる方で私はその方の履物の紐を解く値打ちもない」 これは、ヨハネがバブテスマを授けていた、ヨルダン川の向こう側、ベタニアでの出来事であった。神の子羊。その翌日、ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。 私の後から一人の人が来られる。その方は私に勝っている。私よりも先におられたからである。と私が言ったのは、この方のことである。私はこの方を知らなかった。しかし、この方がイスラエルに現れるために、私は水でバプテスマを授けに来た。また、ヨハネは証し,して言った。私は、 霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを見た私はこの方を知らなかったしかし水でバブテスマを授けるようにと私をお使わしになった方が私に言われた霊が下ってある人にとどまるのを見たらその人が精霊によってバブテスマを授ける人である私はそれを見た だから、この方こそ、神の子であると明かししたのである。最初の弟子たち。その翌日、また、ヨハネは二人の弟子と共に立っていた。イエスが歩いておられるのに目を止めて言った。見よ、神の子羊だ。二人の弟子は、それを聞いてイエスに従った。 イエスは振り返り、二人が従ってくるのを見て、何を求めているのか、と言われた。彼らが、ラビー、先生という意味、どこに泊まっておられるのですか、と言うと、イエスは、来なさい、そうすればわかると言われた。そこで彼らはついて行って、 どこにイエスが泊まっておられるかを見た。そしてその日はイエスのもとに泊まった。午後四時ごろのことである。ヨハネから聞いてイエスに従った二人のうちの一人はシモン・ペトロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンに会って私たちはメシア、 油を注がれたものという意味に出会ったと言った。そして、シモンをイエスのもとに連れて行った。イエスは彼に目を止めて、あなたはヨハネの子、シモンであるが、ケファ、岩という意味と呼ぶことにすると言われた。フィリポとナタなえる、弟子となる。 その翌日、イエスはガリラヤへ行こうとした時にフィリポに出会って、私に従いなさい、と言われた。フィリポは、アンデルとペトロの町、ベトサイダの出身であった。フィリポはナタナエルに出会って行った。私たちは、モーセが立法に記し、預言者たちも書いている方に出会った。ナザレの人で、ヨセフの子。 イエスだ。ナタナエルがナザレから何の良いものが出ようかと言うとフィリポは「来て見なさい」と言ったイエスはナタナエルがご自分の方へ来るのを見て彼のことをこう言われた「見なさいまことのイスラエル人だこの人には偽りがない」。ナタナタエルが、 どうして私を知っておられるのですかと言うと、イエスは答えて。私はあなたがフィリポから話しかけられる前に、一軸の木の下にいるのを見た。と言われた。ナタナエルは答えた。ラビ、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えて言われた。 一軸の木の下にあなたがいるのを見たと言ったので信じるのか。それよりももっと大きなことをあなたは見るであろう。さらに言われた。よくよく言っておく。天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。